スマヤ東大イツルン海岸、スマヤ、またはスマヤは、スペイン北部バスク州北部のギプスコア県に属する、ムニシッピオである。コマルカとしては、ウロラコスタの構成自治体の一つである。バスク5名が公式名である。ウロラ側とナロンド側が合流して、ビスケ湾のカンタブリア海に注ぐ場所に位置している。北側は、カンタブリア海に面し、南側は、アロアス、イバニャリエタ、 セストアと、東は、ゲタリアと、西は、エロリアが、イットシアル、デバと接している。2014年の人口は9734人で、あり、周辺の自治体では、最も多い。サンミゲルであるたィ、オイキや、ナロンドなどの地区が自治体を構成している。サンミゲルであるたィは、多くの木々に囲まれた丘の上にあり、スマいや市街地やウロラ川やカンタブリア海を見渡す。 ことができる。オイキアには、サンバルトロメ教会や、コンデクア住宅などがある。イツルン海岸とサンティアゴ海岸という二つのビーチを有している。かつては、ウロラ川に沿って、ウロラ鉄道という狂気鉄道が走っていた。スマヤ駅を起点とし、アスコイティアやアスペーティアを通って内陸部のスマラガまでを結んでいたが、ウロラ鉄道は1986年に運行休止となった。 1842年から2007年にかけてのスマイアの人口の変化。スマイアの人口は1800年代後半までは、おおむね2000人前後だった。その後1900年代に入って人口が増え始め、特に1950年から1981年までの約30年間で人口は約2倍に増加した。これ以降は、比較的緩やかな人口の変化が続いている。 スマイアには以下のような企業が所在している。2011年の自治体選挙ではビルドが最多の6議席を獲得しバスク民族主義党が第2位の5議席を獲得した。2011年からはバスクレンタイヤが Z アバッザリークに所属するイニアキ、アギレサバラが主張を務めている。ありがとうございます。